私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様です。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ、すっぴんドーン。たまにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は北海道利尻。ルーレットは絶対来たぞ利尻島。かの桃鉄でも赤マスだらけの苦しい道を乗り越えた者だけがたどり着ける勝者の地。きっと天国のような島に違いない。でも確かウィキペディアに掲載されてる写真は、よし、しっかり傍観していこう。着いた利尻島。どこか行くんですか？頑張ってきてください。え、大変なところに行くのかい？死なないようにな。え、利尻島、夏、気温17度前後。いや、恥ずかしい。脱皮完了。よし、早速サイクリングで島を探検しよう。まずは、よし、まずは一番有名な利尻昆布の漁を見に行ってみるぞ。あれ、そこら中に昆布は干してあるんだけど、漁やってる気配はないな。こんにちは。あ、漁師さんですか？こんにちは。まあそうですけど。あ、昆布漁とかって見れたりするのかなって。ああ、確かに昆布は夏の時期ですが、今はやってないんですよ。そうなんですか。どうしました？ちょっと昆布漁とか見てみたいなって思って。なるほど。天然の利尻昆布は毎年7月10日に解禁するんですけど、量自体は少ない年は年に3回くらいしか行かないんですよ。残念。量を見たいって珍しいですね。量を見たいというか、イケメンの漁師さんを見たいというか、半々なんですけど。どうしました？なんでもないです。あ、でもウニなら自分で取れたりもしますよ。え、ウニ大好物です。行ってみます。はい。はるか。はいはい。お客さんのさとみさん、東京からだって。いらっしゃいませ。早速やってみますか？はい。なにこれ、いっぱいいますね。楽しい。そう言ってもらえると嬉しいです。取れた。うわ、また取れた。上手ですね。じゃあ早速割って食べてみます。はい。どわー、中身たっぷり、プリプリのウニ、いただきます。おいしい。お醤油も何もつけてないそのまんまのウニ、おいしい、おいしい。めっちゃ食べますね。だっておいしいもん。なんでこんなに濃厚なのってくらい。なんなんですかここのウニ。利尻のウニは天然の利尻昆布をたっぷり食べて育ってますから。軍艦もありますが、乗せて食べてみます？はるかちゃん、神なの？なんで私が思ってたことわかるの？どうぞ。いただきます。おい、昆布焼いたよ。え？漁見てもらえなかったから、せめて食べてやってよ。ケイチくん、ありがとう。ごちそうさまでした。あ、ごめん、お金払ってなかった。おいくらですか？あ、1500円です。安っ。東京だったら万超えるくらい食べたのに。さとみさん、観光ですよね。この後どこかに行くんですか？あ、全然考えてなかった。どこかいいところあります？利尻のいいところを知るには利尻山16系スタンプラリーが一番ですよね。うん。あ、もしよかったら案内するけど。お願いします。ここでワンポイント。スタンプラリーの台紙は利尻島の駅と
利尻島海の駅押し止まりで1枚200円で販売しています。へえ、利尻山が綺麗に見えるビュースポットを回るんだ。楽しそう。僕はスタンプ台全部の場所知ってるけど、その案内のパンフに場所のヒントが載ってるから考えながらの方が楽しいよ。じゃあまず分かりやすいここ行きたい。全部綺麗、写真にも収めよう。着いた。15個目の場所。ここはペシ岬。押し止まり港を見下ろしながら写真綺麗に撮れるからなかなかの撮影スポットだよ。次で最後か。あ、すっかり忘れてた。どうしたの？北のカナリアたちって映画知ってる？もちろん。この島で撮影してたんだよね。そうなの。私の尊敬する大先輩吉永小百合さんの名作、北のカナリアたちの聖地行ってみたい。大先輩？人生の大先輩吉永小百合様ということで、ケンイチ君お願い、行ってみたい。もちろん。さっき言った藤野公園が一番近かったからちょっと戻ります。ごめんなさい。ケンイチ君優しいな。着いたよ。ここが聖地。先輩、私これからも女優頑張ります。また共演させていただけることを願ってます。ん？何かお願いしてる？秘密です。じゃあ次は最後だね。よし、行ってみよう。着いた。綺麗な景色。さとみさん、この風景何か思い出さない？ここから見た利尻山、結構有名な風景なんだよ。一回は見たことあると思うんだけどな。あ、わかった。もしかして白い恋人のパッケージ？正解。うわあ、何度も見てた。そこにもでっかい看板あるしね。あ、どうかされました？あ、空港で超厚着してた冒険者のお姉さん。冒険者ではないですけど。どうかされたんですか？実は俺ここに彼女と来てまして。ああ、一緒にいたお姉さんですね。はい。それで今日ここでプロポーズをする予定だったんですが。すごい、ロマンチック。あ、でも落ち込んでいるということは断られたとか？いや、まだプロポーズはしてないんです。そのあれから観光でいろいろ回ってたんですけど、隠していた指輪を落としてしまって。それで今何も知らずにあそこにいるんですけど。流星、ここ絶景だよ。あ、でも指輪がなくてもいいんじゃないですか？気持ちが伝われば。あいつの夢なんです。どんなに安くてもいいからプロポーズの時に指輪をつけてほしいって。俺それ叶えてやりたくて。どうしようかな。いつも旅ではいろんな人にいっぱいお世話になってるから、ここは奮発じゃい。あのお兄さん、もしよかったらでいいんですけど、これあげます。使ってください。え、いいんですか？先週買ったばっかりで手垢もまだついてないと思いますんで、彼女さんの夢叶えてあげてください。でも高そうな指輪だし。100円で買ったんで。本当は運十万だけど。とりあえず形だけでも。地元に帰ったらまたゆっくり買ってあげればいいじゃないですか。俺も彼女さんの夢叶えてあげた方がいいと思います。 ありがとうございます。じゃあ500円払わせてください。あ、はい、ありがとうございます。頑張って。はい。おーい、レイカー。はーい。あ、冒険者のお姉さんだ。あ、冒険者ではないですけど。カップルさんだったんですね。あ、そうなの。ケイチ、向こうの景色綺麗だよ。行ってみよう。
おお、さとみ、じゃああっち行ってみようか。リガン、絶対幸せにするから、これ受け取ってほしいんだ。え？俺と結婚してください。幸せにしてください。やったー、おめでとう。あれ、知り合いだったの？いや、ここで知り合った恩人。恩人？ああ、まあいいじゃないですか。はい、じゃあ流星さん、携帯貸してください。二人の写真撮りますよ。この写真をフェリーターミナルの観光案内所に見せてください。いいものがもらえますよ。じゃあ邪魔者はこれで行こっか、さとみ。え、キュン。はい。ふふふ、スタンプラリー集めて景品もらっちゃった。よかったね。うん、あのさっき流星くんに言ってたいいものがもらえるって何？ああ、あそこでプロポーズをした写真を観光案内所で見せると、白い恋人の製造元石屋製菓公認のプロポーズ証明書がもらえるんだ。ちょっとしたいい思い出でしょ。素敵。もしかしたらこの先私たちも。俺もプロポーズした時はもらったし。え、既婚者？おーい、さとみさん、楽しかったですか？あ、鬼名人の。はるか、僕の奥さん。ズコーン、そうだったのね。さとみさん、これもしよかったら昆布とウニの瓶詰めです。お土産にって思って。いや、しかもいい女。ありがとう。昆布の塩味が目にしみるぜ。よし、私もプロポーズしてもらうときはリシリと。また来よう。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様です。はぁ、あ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ、すっぴんと。たまにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は青森県タッコ。ルーレットは絶対。実は桃鉄やってる時に物件が全部ニンニク畑だから、いつか絶対行ってみたいって思ってたんだよね。なぜならば私はニンニク大好き女子なのだ。じゃあ明日の朝一で出発するためにプランを。なぜ私がタッコ駅ではなく三戸駅に降り立ったかというと、あのタッコ駅に行きたいんですけど、ここからどの線に乗れば。タッコに行くにはあちらで切符買ってください。あっちですよ。あっち？はい。大丈夫ですか？一緒に行きましょうか。あ、お願いします。え、やっぱり。じゃあ楽しい旅を。やっぱりタッコ駅というのは存在しなかった。よし、ちょっとこの辺歩いて頭を冷やしてみよう。え、桃鉄では電車で到着できるけど、実際は電車を走ってなくてタッコ駅はないってことだよね。そんなことあるの？あ、でも沖縄も電車走ってないって言うしな。よし、納得したところでバスで行こう。どうしました？あ、これってタッコに行けるバスはあと1時間以上来ないってことですよね。そうですね。なるほど。まあまあ、これもまた一人旅。待とう。タッコまで行かれるんですか？はい、
ここでゆっくり時間つぶしながらバス待ってます。これも田舎旅の醍醐味です。それが私の旅の信条です。車で送りましょうか。え、あ、待つのも醍醐味ですもんね。すみません、送ってください。あれ、旅の心情は？あ、破り捨てました。行きましょう車。あ、はい、軽トラですけどいいですか？もちろんです。すみません、現地まで行けば電車走ってるかなって思ってきたんですけど、やっぱり電車走ってなくて。あ、私さとみです。さとみさん面白いですね。俺はケンイチです。それで田子町には旅行で来られたんですか？はい、東京から来ました。へえ、珍しいですね。こんなニンニク一色の町に女性一人で東京から来てくれるなんて嬉しいな。どこかおすすめの場所とかありますか？お腹空いてます？まだあまり空いてないですね。じゃあ今日八坂神社の祭りでタッコカグラやってるんですけど、見に行きます？タッコカグラ？すごい。約400年前から伝わる山伏神楽でね、青森県無形民俗文化財にも指定されてるんだよ。あの獅子舞たちは岩手県から移されてきたって言われてて、この八坂神社の氏子さんたちが伝承し続けてるんだって。へえ、その自分の土地の伝統をちゃんと説明できる建築もすごいね。あ、もしかして役所の観光課とかでお仕事してるの？いやいや、俺はただのニンニク農家だよ。ケイチくんってニンニク農家さんだったんだ。あ、ニンニク、そうだ、私ニンニク食べたかったんだ。え、そうなの？つつけ食べる？つつけって？ばあちゃんから家に持って帰って夜に食えって渡されたんだけど、家にもいっぱいあるから。何？餃子の皮？つつけの皮、もう茹でてあるから、これにこちらのニンニク味噌をつけて食べます。このニンニク味噌はそれぞれの家族が家で作ってて、家庭によって少しずつ味が違うんだよ。食べてみて。いただきます。おいしい。でしょ、ばあちゃんの作るニンニク味噌はニンニク多め。あ、確かに食べた後も口の中にニンニクの香りがぐるぐる回ってる。もう一回いい？もちろん。はあ、おいしかったけど喉渇いた。じゃあ近くにガーリックセンターあるから行こうか。面白い飲み物があるよ。いらっしゃいませ。わ、ニンニク一色だ。はるか、タッコーラ出してあげて。はいはい。ジャッツタッコーラ。あ、コーラだ。正解、ガーリック味のコーラ。想像つかない。このジャッツってのは？こっちの人はびっくりした時にジャッツって言うんだ。そのジャッツ。早速いただきます。ごくごく。どう？まあ確かにニンニクの味がする。やっぱりちょっとびっくりした。はい、ジャッツ。さとみちゃん面白いな。ごめん、ここのソウルドリンクをいただいた後になんなんですが、お水って売ってますか？もちろん、俺らもこれ飲んだ後他のもの飲んで喉潤すから。じゃあまだお腹空いてる？うん、ニンニクで胃が活性化された。よし、じゃあおすすめはこれ。お待たせしました、タコガーリックステーキご飯です。わあ、すごい。通称ガリステご飯って呼ばれておりまして、タコ町が誇る三大食材のニンニク、肉、米を使ったタコ詰め合わせランチです。ドリンクもデザートもガーリックだ。はい、匂い消しのグミはもう役割を果たしているか謎です。ここでお肉を焼いてこのシャリで巻いて食べるのね。いただきます。どう？ギャック、もうお肉はギャック。使い方間違ってるけど伝わってきます。このフルコースもそうだし、さっき車で走ってる時も思ったんですけど、タッコの町は本当にニンニクの町なんだね。桃鉄の物件の意味がちょっと分かった気がする。ああ、全部ニンニク畑だもんね。誇らしいよね。うん、誇らしい。なんで桃鉄がタッコ町を採用してくれてるのか未だに分からないけど誇らしい。ずっと昔からニンニクの町なの？お、いい質問するね。実は50年くらい前まではニンニクの荷もなかったんだって。そうなの？うん、この辺は火山灰で土壌ができてるし、冬は八甲田山からの冷たい風が吹き続くから穀物以外は全然向いてない土地なんだ。困ったな。だから穀物を育てる時期以外はみんな出稼ぎに行って食いつないでたんだ。でもね、
ある時ひらめいたんだって。隣の福地村のニンニクがぐいぐい育ってるらしいぞ。それで当時の人は賭けに出た。おーい、ありったけの金を集めてニンニクの種を買ってくるぞ。それで10万円をかき集めて1万個のニンニクの種を買ってきて、それを育てた。大きくなれよ。うまく育ったの？育ったは育ったんだけど、やっぱり後発だから突出したもんがないと売れないでしょ。だから農協の人がなかなか販売に5を出さなかったんだって。もっと大きくて美味しいニンニク作ってくれないか。じゃあ俺ら一生懸命売ってくるからよ。わかった、頑張る。それから品質向上のため徹底的な土壌改良や生産方法の改善をして、苦労に苦労を重ねてニンニクの栽培をしたんだ。そしてそれから時は流れて1990年。やったぞ、全国から注文が止まらないぞ。やったー。10万円で種を買って細々と栽培を始めてから苦節20年、田子のニンニクは自他ともに認める日本一のニンニクを栽培する町になったんだ。ものに歴史ありね。私も電車がないところから始まったこの田子の旅も、終わる頃にはジャッツ田子らが美味しく感じるようになってきた。へのつっぱりはいらないわね。おお、言葉の意味は分かんないが、とにかく気持ちは伝わってきた。あの、ここでつつけと味噌ニンニクは売ってますか？はい、もちろん。お土産で買って帰ります。東京にもあんまりまだ浸透してないから、みんな喜ぶと思うんで。わあ、前通りでございます。おはようございます。今日は差し入れ持ってきたよ。うわあ、ニンニク臭。ほんとだ、臭い。臭いぞ。匂いが充満してる。ごちゃごちゃ言わずに食べればその歴史の重みがわかるから、へのつっぱりはいらんですよ。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様です。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は宮城県仙台市。ルーレットは絶対。くー、仙台といったら牛タン、笹かま、ずんだ餅。食べまくって仙台を満喫してやる。あ、そういえばこの間、最近ちょっと SNS の更新足りてないんじゃない？私も一緒に考えてあげるから、写真いっぱい撮りなさい。インフルエンサーになるくらいの気持ちで。インフルエンサーか。よし、今日はとりあえず写真たくさん撮ろうっと。でもまずはずんだ餅食べに行くぞ。よし、今回の旅のコンセプトはインスピレーション。ピンときたところに入る。ずんだ餅の田の上屋さん、いざ。誰だ？え？一名。あ、お客さん？はい。いらっしゃいませ。いやー、すいませんね。お客さんなんて珍しいもんで、好きなとこ座ってください。ありがとうございます。じゃあ、ずんだ餅とずんだシェイクください。はーい。びっくりしたー。あ？なんだあの置物は。この辺出身の落語家さんか何かかな。めっちゃかわいい。はい、ずんだ餅とずんだシェイク。あとさっきびっくりさせちゃったから、ずんだ餅のアイスも乗っけといたよ。まあ食べられなかったら残しといて。あー、ありがとうございます。朝から何にも食べてないんで、全部きれいにお腹に入っちゃいそうです。観光ですか？はい、東京から。
この可愛い置物は何ですか？ああ、これは仙台四郎様。まあこの辺じゃ有名な福の神だよ。さ、アイス溶けちゃうから食べて食べて。いただきます。あ、その前にごちそうさまでした。ありがとね。よし、仙台楽しむぞ。うおー、かっこよすぎる。伊達政宗様。笹かま、おいしい。あーもう、なんであなたはこんなにおいしいの？なんであなたは笹かまっていうの？笹の形してるから笹かまって言うんだよ。あ、おいしすぎて心の声が漏れてました。伊達家の家紋が竹にスズメってところから来てるんだよね。そうなんですね。ここが瑞宝殿。うわー、綺麗。私も死んだらこんなところに入れるすごい人になりたい。なんて。さてと、次はちょっと足を伸ばして日本三景松島。うわー、綺麗だな。宮城県松島、日本三景松島。こんなところにイケメンな彼氏と一緒に。松島って最高ね。さとみ、話があるんだ。俺、海外に行く。さとし、ちょっと待って、どういうこと？ごめん、俺にはでっかい夢があるんだ。そんな、あたしも連れてって。それはできない。君は松島に残るんだ。なんで？君といるとハングリーさが失われる気がするんだ。そんな、私邪魔しないから。だから待ってて、お願いだ。わかったわ。私、あなたのこと、ここで、松島。よし。あれ？めっちゃいい匂いする。もしかして、牛タン？誰だ？あれ？また？すみません、一人なんですけど。店長、お客さんみたいだよ。え、ああすいません。あれ、まだオープン前ですか？もうオープンしてますよ、どうぞ。おいしい匂いにつられて入ってきてしまいました。こちらどうぞ。牛タン定食一つください。牛店長。はいよ。誰だ？え、入ってきた人が言うパターンもあるの？何？宮城の流行り？違うか。レイカさん、お客さんいるから。うわ、ごめんなさい、珍しい。私いつもの。店長、レイカさんいつものだって。はい。今日でしたっけ？うん。にしても早くない？午前中お客さん一人しか来てなかったし、バイトの子一人で回せそうって言ってたから早めに来ちゃった。てか、ゆうせい来てないの？うん、まだ来てない。んだよ。はるかちゃん、りゅうせい電話して。はい。はいよ、お待たせ、牛タンシチューね。うわー、今日のは特に美味しそう。ったく、りゅうせいが呼び出したんじゃねえかよ。まあ同級生がそれぞれ店持ったまではいいけど、最近売り上げが伸び悩んでるから、ここいらでなんかアイディア出し合ってどうにかしようぜって。ねえねえ、流星さん来れないって。はぁ、なんだよ、自分で呼び出しておいて。ちょっとスピーカーにして変わって。おい、てめえ自分で呼び出し。やばい、助けて。どうした？
なんで急にこんな混むんだよ。え？なんかさっきから急に店が混み始めちゃって今日無理。嘘つけ。現代版仙台四郎でも出たのかよ。あれ？仙台四郎？ほんとマジでやばいから電話切るね。なんかほんとっぽいな。暇すぎて暇すぎてどうしようもないって言ってたずんだ餅屋がついにバズったか。ほんとに現代版仙台四郎来たんじゃない。うそー。はい、何か追加ですか。あ、いえ、仙台四郎って。え、ああ、福の神です。昔、仙台に実在した福の神、仙台四郎。へえ、あ、さっきのお店にも可愛い置物が飾ってあって。この店にもありますよ、ほら。あ、ほんとだ。この仙台に江戸末期、幕末の頃から明治まで実在した人物で、四郎自身が選んで訪れる店は繁盛するって言われてて、今は写真を飾ったりすると商売繁盛のご利益があるって言われてるんだよね。へえ。で、そのお知り合いの方のお店に今日現れたんですか。まあ現れたかどうかはさておき、あいつ変な嘘つくやつでもないからな。あれ、あなたさっきうちの店に来てくれてた子。え、ああ。笹釜の由来は伊達家の竹にスズメから。正解。あ、バイトちゃんからだ。どうした？え？ああ、わかった。ごめん、すぐ戻る。レイカさん、どうしたの？なんか、お店が急に混み出してやばいって。え？ケンイチ、ごめん。流星もいないことだし、話し合いまた今度。おお、早く戻ってあげて。ああ、はるかちゃん、シチュー食べていいよ。なんか、皆さん慌ただしいですね。店長、同級生たちとの今日の話し合いって売り上げがやばいからどうしようかって話し合いですよね。うん。なのに2人のお店が急にテレビで取り上げられたとかないですよね。そんなの聞いてないな。じゃあなんで急に。お姉さん。はい。さっき麗華さんの笹釜屋さんに行ったって言ってたよね。はい。その前ってどっか行きました？まずずんだ餅の田の上屋さん行って。嘘でしょ。あと仙台城と瑞宝殿と。うわー、どうした。今友達から LINE で散歩がてら仙台城来たらお祭りみたいに混んでんだけどってごった返してる写真来た。え、お姉さんもしかして本当に。いや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 、たまたまですよ。現代版仙台四郎。伊達政宗公にお近づきになり、そんな能力に目覚めてしまったのか。お姉さん、結婚してください。え？え？え？こんな店だけど、そしてこんな店長だけど、もしよければもらってやってくれないですか。ここにお嫁に来てくれないですか。どうした急に。ごめんなさいね。何この急展開。よく見たら店長さんイケメンだし、いつもと違うパターンだけど仕方ない。いや、本望です。この宮城の地に骨を。はい、牛タン松田です。え、明日30名で貸し切り。あと今から。市川さとみ、芸能界を辞めて牛タン屋になります。店長、明日30人貸し切りで今から100人分の牛タン弁当配達ってできます？明日貸し切り OK。 弁当もやるしかないでしょう。はるかちゃん、お弁当の容器準備して。はい。もしもし。あ、お姉さんすいません、急に忙しくなっちゃったんで、また今度。今度？あれ、社長？うん、さとみ今どこにいる？急に仕事の電話がバンバン来て、マネージャーたち今てんやわんやで私が電話してるんだけど、今夜迎えに行くから19時に家にいて。わかりました。なんだこの展開。
あ、ごちそうさまでした。お姉さんごめん、お台そこ置いといて。美味しかったです。ありがとうございました。はあ、忙しい忙しい。いや、なんだこれ。はあ、萩の月でも買って帰るか。って何これ、ちょっとどういうこと。私何の能力に目覚めちゃったのよ。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様です。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づからない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は秋田県秋田。ルーレットは絶対。泣く子はいねえが。いやー、やめて、追いかけてこないで。恐ろしい、顔が恐ろしい、助けて。お姉さん大丈夫ですか。あ、夢か。大丈夫ですか。あらま、隣の席に生ハゲとは真逆のイケメンが。はい。あ、こっちの話です。だいぶうなされてましたけど大丈夫ですか。ありがとうございます。お兄さんが起こしてくれなかったら、私は新幹線の中で大きな声でわめき散らすところでした。もうかなりわめき散らされてましたけど。ですよね。お茶飲みますか。ご親切にありがとうございます。あ、寝言の姉ちゃん起きたの。彼氏も大変だね。え、顔が恐ろしいってか。はい、もうすぐ秋田だよ。カップルと間違えられましたね。すみません、恥ずかしい思いをさせて。いえいえ、お姉さんが一人で恥ずかしい思いをしなくて済んでよかったです。イケメンは心も優しい。ちなみに、なんでうなされてたんですか。あ、すみません、今からその秋田に一人で旅行に行くのですが、恥ずかしながら子供の頃から生ハゲの見た目がどうも苦手でしてですね。ああ、なるほど。それがあるからなのか、桃鉄でも秋田あたりで生ハゲに追いかけ回されるのも超トラウマでですね。あ、桃鉄ご存知ですか。もちろんです。だからその秋田に着いたら、もちろん生ハゲさんがいらっしゃるわけですよね。そうですね、伝統行事ですし、年がら年中観光地であればあるほど目にすることは多くなると思います。お土産とかも含めたら。やっぱり。はあ、私は耐えられるのか。あの、一つ質問してもいいですか。はい。なんでそんなにしてまで秋田に旅行に行くんですか。え、いや、その、あ、さとみです。さとみさん、秋田に行くの辛そうだから。え、それはそのルーレットは絶対と言いますか。ルーレット。え、これは説明が難しいのですが、自分ルールとでも言いますかですね。自分ルール。とにかくあれです、あの、きりたんぽ、本場のきりたんぽが食べたくて。なるほど、そうでしたか。はい。当てはあるんですか、きりたんぽ屋さん。あ、特にないんですが。じゃあ知り合いに美味しいきりたんぽ屋さん聞いてみますか。え、本当ですか、ぜひ。さとみさん、着きましたよ、秋田駅。先生、健一先生、お待ちしてました。お迎えありがとうございます。本日いろいろ案内をさせていただきます、はるかです。さとみです、よろしくお願いします。では車回してきます。先生。あ、まあそれはいいじゃないですか。
はるかさん、お仕事の前にお腹が空いたので、おすすめの美味しいきりたんぽのお店なんかがあったら寄っていただけますか？はい、もちろんです。きりたんぽ屋さんおすすめだらけですよ。どこにしようかな。さとみさんも健一先生と同じ研究者の方ですか？はい、研究？ですね、さとみさんは観光です。え、もしかして先生の彼女さんとか？え、なんだ、早く言ってくださいよ。じゃあ観光のさとみさんに秋田のグルメを一挙に堪能できるお店を紹介しますね。いらっしゃい。おお、はるか、どうした？流星さん、こちらのお二人に秋田尽くしをお願いします。えい、毎度あり。ああ、きりたんぽは絶対条件です。当たり前だ、きりたんぽなくしてどうやって秋田の食を語るんでい。江戸っ子みたい。秋田県ってきりたんぽが前にグイグイ出てきて有名ですけど、他にも聞いたことあるけど、これって秋田の料理だったんだって料理がいっぱいあるんです。そうなんだ。本日はその中でもこちらの流星料理長のおすすめを食べていただきます。至れり尽くせりでありがとうございます。もちろん、他ならぬ健一先生の彼女さんですから。いや、ですね。えい、お待ち。まずは前菜のサラダ寒天だよ。わ、すごい。何ですかこれ？見た目通りサラダの寒天です。ここでワンポイント。秋田の方は何でもかんでも寒天にするってイメージが強いですが、サラダ寒天はおばあちゃんの味って感じらしいです。あ、おいしい。マヨネーズも固まってる。お茶漬けにしてもおいしいよ。よかったです。ちなみにサラダ寒天は県民の中でも好き嫌いが分かれるんですよ。嫌いな人いるの？めちゃくちゃおいしいけど、流星さんの腕がいいってことだね。いや、やめてくれよ、照れるじゃねえか。続けてワンポイント。秋田県の人は照れ屋さんなので、褒められると可愛く照れちゃう人が多いとか。続きまして、いぶりがっこと地元の酒だよ。へえ、いぶりがっこって秋田の料理なんですね。コリコリしてて美味しい。ちなみにがっこっていうのは秋田で漬物っていう意味です。そしてさすが、地元のお酒とよく合いますな。幸せですな。えい、お待ちかねのきりたんぽだよ。おお、こちらが本場のきりたんぽ。一口サイズのものなんてあったんだ。うるち米を杉の棒に巻きつけて焼いたものが有名ですけど、本来はまず棒から外したものをたんぽって呼びます。そしてこうやって切り分けたものがきりたんぽって名付けられたらしいです。味変で味噌をつけてもう一回焼いたものがこちら。おいしい。続いては日本三大料理の二本立てだよ。まずは日本三大地鶏の比内地鶏の焼き鳥と、わお。そして日本三大うどんの稲庭うどんだよ。わお、わお、すごい。どっちも聞いたことあったし食べたことあったけど、実は秋田の郷土料理だったんです。ありがとうございます。何もかも本当に美味しい。流星さん天才料理人。やめてくれ、味道楽の里しか使ってねえよ。またまた照れちゃって。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱい。あ、最後に激おもご当地料理があるんだけど。えい、こちら横手焼きそば。目玉焼きと福神漬けがポイントです。もちろん食べますわよ。私の胃袋は無敵だからね。えい、こちらデザートのババヘラアイスね。え、ババヘラ？その昔、おばあちゃんがヘラでアイスを持ってくれたことから、ババヘラアイスって呼ばれるようになりました。シャーベットで食べやすいから、サラサラいけるよ。仕上げの秋田のソウルアイスってことね。いただきます。おいしい。これは何味？こっちの人はだいたいババヘラ味って言ってます。なんじゃそりゃ。ふぅ、おいしかったです。ありがとうございました。さとみさん、少しは秋田県のことを好きになってもらいました？はい、もちろんです。あの、生ハゲも怖い顔してますが、本来はこの土地の神様でもあって、役も払ってくれる僕たちの味方ですので、好きになってもらえると嬉しいです。はい、頑張ります。よかったです。
じゃあ僕は仕事がありますので、この辺で。あれ？やっぱりそうですよね。はい？そうじゃないかなって思ってたんですが、歴史学者の松田圭一先生ですよね。あー、はい。あー、私先生の本買いました。ありがとうございます。じゃあ急ぎますので失礼します。え？急に？あ、いろいろありがとうございました。お？歴史学者？だから先生って呼ばれてたんだ。え、彼女さんじゃなかったんですか？はい、あ、その、なんと言いますか、ここに来るまでの電車でちょっと仲良くなりまして。あの、歴史学者って？松田健一先生は主に秋田の歴史の研究をしていて、え？特に生ハゲの研究に関してはとても力を入れていらっしゃって、その世界では生ハゲ先生って呼ばれてたりもします。やっちまった。おら、やっちまった。だえ、どうしたんですか？ま、気を取り直して今度来るまでに生ハゲを好きになっておこう。立ち直り早。それが私のいいところ。よし、じゃあ私今から各地の生ハゲに会ってきます。生ハゲ巡りしてきます。秋田に行ってきました。生ハゲは顔は怖いけど素敵な神様です。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。